車2番線の開局、各位地域で、カーバー発見、大阪中央、堀本さんの地域で車を備えます。はい、桜満開ですよ。三浦海岸駅の駅前の桜、早咲きの桜、河津桜と言います。これからもっと歩いて並木に行きますよ。これは駅前、駅前もなかなかね、すごいね。三浦海岸駅です。京浜急行です。並木の方に今から行くのね。でも駅前からもうね、結構桜いっぱい。このね、駅の表示はね、期間限定なの、この桜のね。これ、三浦海岸駅のこの看板、期間限定、桜の絵付き。もうね、すごい人だよ。人で溢れ返ってるよ。河津桜です。駅前です。三浦海岸駅の駅前。
駅前だけも結構ね桜があるんだけど、これから上の方の並木に線路沿いに歩きます。あんまり激しくやらない。いやすごい人なんだよ。普通の桜も咲いてきた。今日は早咲きの河津桜っていうね桜を撮りに行きましたよ。まあすごい人だよ。人がすごいよ。人がすごいよ。暑いよ今日は。暑いよ。今からね、電車と桜をね、一緒に撮るよ。何回か来てんのよ。向こう側ね、電車、線路。次の終点、岬口です。お客様に、バス内場についてご案内いたします。油雲方面おいでのお客様は快速を降りて1番乗り場から、岬港、城ヶ島方面おいでのお客様は2番乗り場からバスをご利用ください。お客様にお願いいたします。ただいま、車両火災予防運動が実施されております。電車内への危険品の持ち込みは禁止されております。不審な行為を見かけたとき、また、非常事態が発生したときは、お近くの非常通報ボタンで正面にお知らせください。皆様にご案内いたします。早春の頃、ここ三浦では河津桜が見頃を迎えております。車窓の左側をご覧ください。約1000本の河津桜が織りなす一足早い春の色彩は車内からもお楽しみください。Thank you.
終点南口です。油島方面へおいでのお客様は改札を出て1番乗り場から、三崎港城ヶ島方面へおいでのお客様は2番乗り場からバスをご利用ください。京急をご利用くださいましてありがとうございました。車内にお忘れ物はないようご注意ください。ご利用者は左側です。電車を降ります。今からマグロ丼を食べに行ったり遊覧船に乗ったりしますよ。そういうね、券がついたね、特別チケットを買ったのよ。京浜急行です。電車大好き。折り返してすぐ発車かな。これ取ろう。ドア閉まります。あれ、油壺マリンパーク潰れちゃったか。あれ、駅は三崎口。三崎口バスにも乗ったりします。チケットがあるのよ。あの横浜からね、往復ここまでの券とマグロ丼とかね、海鮮物と、あとなんかね、水族館とか温泉とか遊覧船とかね、観光バスとかね、自由に選べるね、乗り物イベント券とかね、そういうのと一緒で全部で3,670円かな。安いよ、お得だよ。なんか天気だと風強いけど、気温がね、暑かったわ。上着2枚着てきた。ダウンとね、モコモコの上着。まあでもほら、夜帰るとき寒いの嫌だからね。はいはい、今から遊びますよ。
海岸の信号。これ信号変わんなさそうだな。海です。相模湾。まだね、有名に食べてないの。なんか材料がなくなったとかね、2件言われちゃってさ、もう地図見ながら探してるの。はいはい、三浦海岸、長崎行った。はいはい、食べます。この店に行きたいと思います。材料余ってればいいんだけど。海の真ん前の店、贅沢な気持ち。マグロ丼食べます。あのね、カタログからね、選ぶの好きなお店と好きなメニューをね、選んで、ここ前が海だよ、いい店だよ。ほら今誰もいない。ほら、いい感じでしょ。お茶がちっちゃい。おかわりしなきゃ。ほら、海。はいはい、お腹すいたよ。マグロ丼とおそば、しらすそばのセット。真っ暗けよ。これ国道134号線かな。あ、マックもあったんだ。ピザラもあるよ。ハロープイ。やべ。ハロー、うねり。危ねえ。あんまり近くに行くと、すごいか。